はい、タスクオフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思います。ということでワンウェイゴルフクラブさんで撮影させていただいております。ありがとうございます。ということで今日もお二人ゲストですね。はい、もうレギュラーに近いです。どうぞいらっしゃってください。位置が上がりましたね。はい、風間さんと森さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで、なんと、なんか、聞いたんですけど、あれですか、もう、森さんは、ここのメンバーになっちゃったみたいですね。風間さんに。言われて。でも、こういう素晴らしいコースですよね、ここね。はい、楽しいです。本当にあり、はい、ありがたいですね。はい、本当に。なので、ぜひ皆さんも、お越しいただければと思いますけども。はい、ぜひ。はい、で、そこで、プラちゃんを、目指し合うと。はい。いうことで、頑張っていただくと。いうことになります。はい。ということでですね、今日は、実は別のホールで撮影しようかなと思ったんですけど、移動中にですね、これ絶対風間さんが得意じゃないはずだと。ここで絶対トリプルアイで やらかしてるんじゃないのって思うような、ショートが来ましたので。はい。ね、見てました。私、もう本当ここ苦手ですね。苦手ですよね。まはい、で、これって、はい、これちょっとコース見ていただいて、これ右側が池。はい。で左にはバンカーがあり、その左にもまた池が、はい、まあ左にも池が見えてはいますね。はいはい、まあ、関係ないところには見えていると。で今日はちょっとアゲンストというところで、いやどんなミスが多いんですかここは。いや私はもう本当に見えてない関係ないって言われた池にまであれもありなんだ。はい、行ってしまうんです本当に。あ、そうなんですね。はい、なるほど。そうするとだから、前回の動画ありましたけど、風間さんのご自身の球の癖に応じた形で戦略は取りにくいですよね。はい、そうなんです。で、私の本当持ち球ですと、本当池の上に出す、池の上に出さなきゃいけないっていう状況になりますよね。はいはい、現実的にはね、風間さんってそこまでの人じゃないんですよ。池の上に出して、フックでピン を狙わなきゃいけないような人じゃないにもかかわらず、本人はそういうふうに思い込んでるっていうタイプですね。なので、で、一応、まあ、ご自身の考え方で、はい、一応ここを打っていただいて、はい、で、ちょっとは見せていただきますね。はい。はい、じゃあ、風間さんからいきましょう。はい。チャンネル登録お願いします。180ワード。はい。はい、あります。若干アゲンストということで、はい、どうやって打たれますか？グリーンの右端ぐらい。右端ぐらい。そうですね。から、はい、まあ、左に来るかなって感じで。ということは、当然、池の上に打っていくってことになります。そうですね。はい。じゃあ、それでお願いします。はい。いや、これ、あるあるやつですね。はい。あそこのバンカーって入れまくってんじゃないですか？いや、あそこよりも本当、実際は、もっと曲がってしまった。また、バンカーの上のカート道の左のペナルティエリアまで行ってしまったり、そういうことなんですね。はい、で曲がりが弱いと、うん、まあ、右の池も落ちてしまう。はいはい、まあ、ここから見て、いただいても想像はつくと思うんですけど、左サイドにボールが行ってしまって、特にバンカーが入ってしまうと、実は打つときにですね、向こう側に池が見えるわけですよ。なので、やらかしていくっていう典型的な状態ですね。はい、なので、これもですね、まあ僕は、風間さんはちゃんときっかりフェードを打つようなゴルフをしてほしいです、はい。で、これを実際にね、本当にこのホールも、風間さんみたいな考え方の戦略では、まあ、全くそのコース戦略が全然取れないホールなんですよね。なので、もうこれ、パー3なのもかかわらず、はい、こんな、カントアーマーとか出ちゃう人、何にもかかわらず、ボギーがチラチラチラって、ひょっとしてダブルボギーがチラチラって。いや、ボギーじゃすまない。なんで、だからそうなんですよ。だから、その自分の戦略、はい、自分のその、ゴルフの幅を、ご自身で狭めちゃってるってことなんですよ。はい、だから、ここをきっかりと、バンカーの上から、右にスライドしていくようなフェードを打つっていうイメージで、はい、やっぱり打ってほしいです。はい、で、風間さんって打てるんですよ。打てるのに打ってないんですよ。なので、それをちょっと試してみましょう。はい。はい、お願いします。ああ、いい球ですね。ストレートボール。そう、その感じのリリースでいいので、そこです。そこでいいです。その感じで、はい、イメージとしたら、このクラブのソールあるじゃないですか、はい。ソールからタッチしていくようなイメージでリリースする感じですね。はい、で、風間さんのイメージっていうのは常にボールをこうヘッドで包んでいくようなイメージであると思うんですけど、はい、そうじゃなくて、ダフってこのソールから
入れていくイメージでいいんですよ、はい、でそれでちょっと打ってみましょう。はい、ホールの位置に対して、はい、もうテイクバックして、そしてダウンに入りますね。そこからイメージ的にはソールが先に入っていくイメージです。はい、要するにボールにヘッドが衝突していくイメージじゃなくて、このソールが、はい、この地面にね最初にタッチしていくようなイメージでリリースします。はい、ちょっとあのそういう感じでリリース してもらっていいですか。はい、そう、あ、いいですよ。それで先ほどのやっているその軌跡を、ヘッドの軌跡を、その残像を意識して、うまい、うまい。いや、これは質のいい球ですよ。質のいいストレートボールですね。でも今のストレートボールは全然違う感覚でしょ。あれはもうフェードです、僕にしたら。今のフェードでしょ、はい、でもあれは実際ストレートボールじゃないですか。はい、だからあれが、正直言ってあの感覚が、はい、風間さんにとっての正しいリリースのストレートボールなんですよ。はい、だから若干やっぱりどうしてもローリング食らってこういう感じがあるんですね。だからもっとイメージとしては、あのソールを先にドーンと下ろしてきて、はい、左に振り抜いていってしまうような、振り抜くっていうのはボディで振り抜くというよりも、はい、ヘッドが振り抜かれていくっていう状況の中で、どちらかというとヘッドの方が先に抜けていく、そういう感覚でいいと思います。はい、ヘッドでも風間さんはそうはならないんですよ。はい、あのやっぱり基本的にフッカーなので、はい、あのそういう風に軌道は取れてないので、はい、それで自分でボールを見ていくんですよ。今ストレートボールだったでしょ。しかも、はい、打感も良くて、良かったです。多分あのきっかりと止まるストレートボールなんですよね。はい、今のが風間さんにとってのストレートボールなんですよ。はい、だそれは結構極端にこういう感じだったでしょ。そうですね。あの本当自分、まあアウトサイドインで振ってる、うん、そう感じですけど、まっすぐでした。でこれって重要なのは、ここのホールを今みたいにトライしてるから気づくことじゃないですか。はい、今まで通り池の上に打ってフック打ってたら、はいはい、スコアも悪いし気づきも何一つないでしょう。いつも同じことの繰り返しで、あ、今日はよかった、助かった、あ、今日はトリプルだったっての。そうですよね。はい、だからこれなんですよ。別に僕はこれをフェードであのバーディー取ってくださいとは言わないです。はい、ただ今みたいにストレートボール打っていけばグリーンには乗ってるわけじゃないですか。はい、だからそれを目指してほしいっていうことなんですよね。さら、はい、に言っちゃえば風間さんの場合は今みたいに打てるんだればそうに打ってもらう、またここですごい、その例えばクラちゃんでこれが最終ホールですよ、それ2打、はい、例えばリードしてるとするじゃないですか。はい、じゃあどうやってあの勝ちます？あの9番アイアンかなんかで手前に、そうですよね、はい、それでいいんですよ結局。はい、っていうことは刻むということは、はい、きっかりストレートにあそこに打っていくってことですよ。はい、バンカーに向かってバンカーに届かない番手で、そうです、はい、でここはそういうあの戦略を取ってくださいっていうふうにコースの設計者が考えてるって作った方法なんですね。はい、ここはボギーをベースに考えるとすごい楽なホールなんですよ。そのうち手前のエリアのバンカーの手前のフェアウェイのところにポーンと出して、そこからストレートラインが残るんですよね。なのでうまくすれば、あ、まあパーで、でまあほぼ間違いなくボギーで、でいけるようなホールのはずなんですよね。なので、そうやって、まあ勝っていくっていう戦略になるわけじゃないですか。はい、なのでいわゆるそのそれも一つの戦略の幅でしょ。でその幅の左右の幅については全くご自身で攻めちゃってるということなんですよね。はい、だそこが風間さん限界になってると思います。だから今見たらショットが打てるんであれば、はい、少なくともプライベートラウンドではここを右からフックでいつも通り狙ってるっていうのは、はい、ちょっともったいないです、はい、もう本当に今みたいに果敢にトライしてみて、ストレートボールであれば絶対にグリーンキャッチできるわけで、はい、でそういう、まあ、ゴルフをしていただきますね。はい、はい、ました、ありがとうございます。 OK、 じゃあ森さん行きましょう。森さんはどうやって戦略を、はい、ここはそんなに普通にドーンとまっすぐ行ってくる。ドーンとまっすぐいいですねそうです、森さんはねあんまり曲げるイメージはないですね。あんまりないんで、はい、うん、ナイス。ナイスですね。まあ、あんまり、ストレスは感じない。はい。
ホールですね。そうですね。なのでその打ち方でいいと思いますけど、ただやっぱりもっとリリースはしてほしいです。だからここももっとラインが出るような鋭い球を打ってほしいですね。だからこれもさっきのホールでやったインパクトバックを叩くようなリリースをしてほしいっていうことですね。ここへこう振り出すした後のこう、はい、リリースっていう感じになる。そうです。こちらに振り出した後に大きな視力のあるものにアタックしていく感じですね。それが森さんの場合はやっぱりどうしても実際にもそうなんですけど、どちらかというとフリップ気にこうやって入ってくるんですよ。もっと叩いていってほしいっていうことですね。なので、もう少しシャープなスイングをしていただきたいんですよ。ちょっとやってみましょうか。じゃあそしたら、そうですね、叩いていくと多分この球は出るんですよね。まあこれは多分おそらくこういう球出ると思います。それはですね、どちらかというと、まあこうテイクバックしてダウンに入る。ダウンに入るときには、やはり基本森さんは体が開きながらダウンに入るんですよね。そうじゃなくて、むしろこの状況を保って腕を下ろしてほしいです。そう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 、感じです。いいですか。だから僕は今日、ごめんなさいね、こうやって抱きついたら、ね、腕を下ろす、そう。少なくともそこに下ろしてる。そう、そういうことです、そういうことです。なので、ここから、回転せずにこのまま下ろしていってほしい。そしたらご本人の感覚としては、むしろ、こんな感じです。そう、それでこう、っていう感じですね。はい。で、それでちょっと打ってみましょう。腕を下ろすことを先にやってほしいんですよ。で、ほんの微妙に森さんはこのテイクバックでダウンに入るときにこうやってこっちが入ってくるんですよ。右サイドが先に入ると森さんはダメだと思うんですよ。右サイドが残ってる状況のままこう、だから ご本人の感覚としてはこんな感じです。ちょっとその感覚で一回振ってみます。いいですか？はい。どうでしょう？こういう感じですね。胸が向こうにいる間に振り切っちゃって、こういう状況、ヘッドが下を向いてくるぐらいまで振り切っちゃうような。ここまでですか？はい、そうです。振り切っちゃう状況で、こう回転していく感じで。ね。なので、それを実際やるんですよ。いいですか？ちょっと僕、やらせてもらっていいですか？いいですか？こういう状況で、これで、振り切る。こういう状況ですね。ちょっと僕左が痛いんで、ややこしいんですけど、こうですね。なので、こういうことで、こういうことで、そのまま振っていく。こういう感じですね。第一振り子おじさんのイメージでいいと思います。ああ、それはね、いいと思いますね。第一振り子おじさんのイメージでいいと思います。そうです、そうです。そうするとそこまでリリースできるんで、そうです、そうです。もう一回。ちょっとここを作ってからやってもらっていいですか。うん、それでもやっぱり右サイドが先に始動してきちゃうんで、そうじゃなくて、はい、テイクバックして、はい、そうです。そしてもうここ一切動かさないでダウン、そうです。それでクラブはもうこっちまで行かせます。そう、そう、そんな感じです。はい、それを何回かやってから振ってみましょう。はい。それで、体を、クラブが向こうに行くときに、体を解放していっちゃうって感じです。そうです。そう、そんな感じ。で、それで叩いてくださいね。しっかりとコンプレッションを作る。おー、悪くない。そうです、そうです。このでっかいインパクトバックあるじゃないですか。それに対して、もうボールを打つわけじゃなくて、この質量の大きなものを適当に打つんだけど、クラブが先に行く感じです。ヘッドが先に行く感じです。一旦、ああ、めっちゃいい。そうです。いいじゃないですか。めっちゃいいじゃん。ワンタッチあったけどね。ナイスです。はい、ありがとうございます。今のは悪くないですよ。まだね、ちょっと この辺が出ていくんですけど、ただ感覚としては今のような感じで、この、もう、
まあ、いわゆる手打ちじゃないんだけど、手打ちって思われるような感じのこういうリリースですね。で、胸が向こうに向いてる間に、このようにリリースして、こういう感じ。右向いたまんま振る、はい。そうです。右向いたまんま振る感じです。そうです。その時にちゃんと振ってほしいですね。で、そうすれば、今みたいに、もうそのワンタッチアウトとしても、ああいう球を打てますから、リスクもちっちゃいと思うんですよ。なので、まあ基本的には、森さんの場合は枠は外さないけど、ボールの質があまり良くないんですよ。なので、それをしっかりと潰していってほしいんですよね。で、それをやっていただきたいと。終わりました。はい。じゃあ、アプローチ行きましょう。チャンネル登録お願いします。はい、ですね、森さんは、載せられていたんですけども、ちょっとアプローチを見たいと思いまして、先ほど風間さんとお話をした、いわゆる2打差で、これが最終ホールだったらどう攻めますかって言った時に、まさに、このエリアにボールを高速に落としてですね、あとは、そうするとストレートラインがほぼ残りますね。じゃあ、まあ、ストレートと言い切れませんけども、まあ、これであれば、まあ、ボギーはほぼ確実に、おそらく5のお二人の実力であれば取れていくということなので、これも一つのコース戦略ですね。全然構わないと思います。なので、そこにボールが来たというふうに仮定して、ここからパーを取っていただくということですね。ということで、一回ちょっと、森さんに、アプローチしていただきたいと思います。はい。はい、うん。ナイスです。まあ、こういうゴルフですよね。これだったらもうボギーは確実、パーもあるというような感じなんですけど、やっぱりゴル、今日はね、森さんの、クラブが、やっぱりちょっと挙動が大きいというか、管理されてないっていう状況なんですよ。見ているとね。前回からの中では一番今日はですね、ちょっと不安定な。で、それはご自身ではお感じになっていらっしゃると思いますけども、基本森さんの多分、ミスっていうのは、これ前回もやりましたけど、このスイングはね、この横回転の要素と縦の要素があるわけですよ。で、その時にポイントは、横回転の要素が発生した時に、当然ゴルフクラブっていうのは重心外していくので、で、それを外れない範囲にしておきたい。で、縦っていうのは、基本的には重心外れるところには動かないわけですよ。ですよね。で、森さんの特徴は、調子が悪いと横にで外していくって状況なんですよ。だからむしろ縦要素をちょっと強めにしてリリースするっていう状況にしたいんですよね。今のスイングもあったんですけども、森さんのスイングっていうのは基本的にはこのぐらいの距離、これ38ヤードぐらいだったんですよね、さっき測ったら。で、この距離でもクラブはここまで上がってるんですよ。わかります？っていうことはクラブ、力学的目線から言うと、やっぱり横に入ってきて、で、遅れてくるから、どうしてもこうやって入っていくんですよね。そうじゃなくて、ここを少しもうちょっと縦動作を入れて、そしてリリースしてほしいんですよ。わかります？じゃあ、それちょっと打ってみます。ちょっと感覚を持つだけでいいです。そう。ああ、そんな感じです。そうなんですけど、これ距離が短いですから、縦動作してリリースしたらトーンとこの辺でもう終わる感じですね。そう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 。縦にリリースしていく。そう。そんな感じです。それに近い。じゃあこれでいきましょう。で、クラブヘッドはちょっとこの辺ドーンと収まっていく感じで。はい。そう。ああ、そう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 。そう。これはスピンが効くでしょう。今のと先ほどのは全く違うはずなんですよね。なのでどちらかというとこういう感じでリリースをしてトンとリリースしてほしいんですよ。軽い感じで縦の感覚全くなくて、はい、引っ張って、はい、ちょっとこう体で無理やり持ってきてるっていう、はいはい、そう、まさにそうおっしゃる通りで、体で無理やり持ってきてるっていう感じが出てます。ということはこの腕がリリースされる前に右がこう出てきちゃうんですよね。アプローチの時だけ左のお尻でこう引っ張ってる感覚はあります。はい、特にこれぐらいのイメージ。うん。でもね、それは悪いことじゃないんですけど、もう少しこの縦の要素があってもいいのかなと。だから、ドンと入れて、このような感じの、まあ、フィニッシュが取れるようなアプローチをしていただくのがいいかなと思いますね。なので、これはクラブは何持ってらっしゃるんですか？これ52度です。52度ですよね。
あの、50度だったら、まあ、こういうコントロールになってくると思いますし、別にこれ、あの、グリーンの、エッジの先のグリーンをキャッチしていただいて、そして転がすんであれば、ピッチングでもいいはずなんですよね。だから、そういうような、あの、バリエーションで、やっていただければと思うんですよね。ピッキングとか48度で打つときも同じ感覚。同じです。同じでいいと思います、ここは。ここで58はあんまり僕持たないんで。58は別に持ってもいいシチュエーションだと思いますけど、今の森さんの スイングをこれからつけられていくっていう目線で考えると、やはり48か52ぐらいで、これはトントンって打っていただくっていうことをしていただいた方がいいと思いますね。はい。これを結局大きくしていくのが、はい、まあスイングも、はい、同じっていう。そうです。スイングも一緒です。はい。だから森さんの場合は、どちらかというと、ご自身が考えられているような重心管理のエネルギー方向というのは、今のリリースの方向なんですよ。で、リリースのテイクバック、そしてダウンのリリースの方向ですよね。それが森さんにとっては、正しい、重心管理を伴った、その観測値、外観、キネマティクスっていうことになるんですよね。だからご自身の感覚と、クラブの挙動が整合してないっていうことなんですよね。なので、そうやって、この、ショートエッジぐらいから作っていただくのは、悪いことじゃないと思いますよ。わかりました。はい。今のウェッジの扱い方で十分、いいゴルフは僕はできると思うんですけど、やっぱりスイングにつなげていくプロセスの中で、そのアイアンの全体のスイング、それから先にあるドライバーのスイング、そしてその手前にあるこのウェッジ系のスイングっていうのは、やっぱり一貫させることの方が、やっぱり今の森さんにとっては大切なような気がしますので、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、風間さん行きましょう。はい。まあ、風間さんはイージーですね、ここはね。もうこれは、パーマストでお願いします。まずいっす、それは。私はまあ50度で。はい。はい。やっぱりお上手ですね。いやー、うまくいきました。いやー、本当にね、さすがです。やっぱりこういうところがやっぱり風間さんの、上手なところですね。いや、たまたま。なのでこういうところを見るとですね、はい、やっぱりアプローチパターで、すごい、スコアを作られてるのかなと思いますし。変えてるんですね。はい。なので、やっぱり風間さんの、ポイントはですね、やっぱりショットってことになる。はい。で、あと、バリエーションが少なすぎる。コース戦略。だから、果敢にフェードボールを打ったりとか、はい、ボールを曲げるってことをやっていただくってことが大切ってことですね。はい、ただ、今も、まあ、正直言って、お上手だし、これを僕は崩そうとは全く思わないです。はい、そのアプローチのエリアのうまさ、その方に持ってるうまさっていうのは、個性があっていいと思いますし、で、クラブエネルギーがそんなに大きくない世界なので、どんな形でもよればテクニックで OK なんですよね。はい、なので、佐藤さんは極めてこのあたりは精緻にコントロールされる方なので、まあ僕はほとんどコメントはないんですけど、はい、ただやっぱり今も基本ボールは右に置いて、で、そしてリーディングエッジから入ってくるようなゴルフをされてるんですよね。はい、なので、それがやはりリスクがあるので、やっぱりその、まあ、スイングをね、そのフェードボールを打てるような形にしていけばしていくほど、はい、やっぱりそのアプローチのゴルフクラブのヘッドの入り方のバリエーションも増えていくので、はい、それはやはりその段階で許してあげるってことが必要になってくると思います。はい、ショットの方がフェードも打てる、ドローも打てるような状況になって、ずっとこのアプローチに固執してると、むしろガチャガチャになっちゃう可能性がある。私は本当に、実はドライバーが本当に下手なんで、はいはい、まあアプローチの練習ってほとんどしたことがないんですよ。ああ、やっぱりそうですよね。で、バリエーションってお話だったんですけど、うん、本当にフェースを開いて使うのもできないです、ね。ああ、でもそれはいいと思いますよ。ゴルフクラブを、そうやって、そのスクエアで、打ち続けるっていうのか、ことはですね、はい、基本的には、はい、いいことだと思います。はい。なんで普通にスクエアに構えて、もう、何ですか、ただまっすぐ、はい、ロフトなりに当ててるだけで。はい、あ、それはいいと思います。はい。それは本当一辺倒な。いや、でもその一辺倒がスコアを作ってるわけじゃないですか。はい、で、森さんがしみじみ言ってましたけど、風間さんは曲げてもどっからでも寄せてくるっていう。いまあ、それがやっぱりこういうのを見てると、いや、そうなんだなって思いますよね。なので、それはそれで、そのままキープしていただいて。はい。ただスイングの方のバリエーションが増えてくると、はい、やはりこのアプローチもですね、
やはり同様にバリエーションを増やしていかなきゃいけない。はい、先ほどのやっぱりこのソールからこう入れてくるような感じで、はい、やっぱアプローチもこう覚えていった方がいいんですか？本来はその方がいいです。はい、ただ確かに風間さんの今の状況のアプローチで、もうこれだけコントロールされたアプローチを打たれてるっていうことは、いわゆるショットの流れからそうなってるんですよね。だから逆に言えばこのアプローチしかできない状況なのかもしれないです。はい。だからそれをやはりそのアプローチのバリエーションを増やすためにも、はい、まあぜひショットの方から作り込んでいくっていうことはですね、はい、すごくいいトライアルかなと思いますね。はい。なのでちょっと今の風間さんのアプローチを見ててちょっと思いついたことがあるので、はい、じゃあ次の動画でやりましょう。はい、ということでおわしくもですね、だんだん日が暮れてきておりますね。ということでどうなんだよと思ってるかもしれませんけど、でここで一旦止めます。ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ソールを先にドーンと下ろしてきて、はい、左に振り抜いていってしまうような。うまい。チャンネル登録お願いします。はい、風間さん、森さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、なかなかね、いきなり撮影ですし、オンコースで緊張することもあるんで、特に森さんはちょっと いつもと違う感じですよね。はい、それはもうそういうもんなんで、ゴルフっていうのはね。風間さんですらね、なんかあれでしょ、前回セッション、はい、いきなりやった後のが、はい、すごい良かったですよね。そうなんです、本当にいいスコアが出まして、そうですよね。で、はい、それで、あ、いいスコア出ましたってご連絡いただいて、良かったですねって言って、はい、でその流れでどこですか、東北ミッドじゃなくて、日韓アーマーに果敢に、チャレンジされて、はい、撃沈してまいりました。撃沈されたと、はい、それはあるあるですね。はい、そういうことで、ゴルフってそういうもんです。はい、ただ、お二人ともそれなりのゴルフの、まあ、ミスの傾向とか、はい、そういうのって明らかにあるんですよ。だそれをやっぱり果敢にいろんなことチャレンジして、バリエーションを増やしながら解決していくということをぜひやっていただきたいということで、はい、で次はですね、ちょっとアプローチをまたさらに、深掘りしていきたいと思います。はい、ということでですね、この動画がいいと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンの方で、応援していただきたいと思います。またご質問ありましたらですね、どしどしコメント欄に入れていただきたいと思います。ということで、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあせっかく寄ったんで5時の鐘が鳴り、大橋くんが焦るというタイミングでちょっとパターも見るということで、ああ、さすがですね、ナイスパやっぱりうまいね、さすがですね。はい、森さんパターやりましょう。じゃあそしたら、はい、感想どうですか。嬉しそうだな、風間さん。いやー、風間さん嬉しそうだな。はい、さらに嬉しそうですね。はい、差が出ましたね。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。